表情とは、感情や情緒を、外見や身振りなどに出し表す行為、あるいは現れたもの。これによってある個人の感情の状態が、見る者へと伝えられる。表情は非言語コミュニケーションの一つと位置づけられる。人間の間の、そして大部分の哺乳類と、その他のいくつかの動物でも用いられる、社会的情報を伝達する重要な手段である。 人間は表情を自発的に利用することもできる。だが、大部分は、感情と密接に繋がっており、無意識に行われる。特定の表情は抑えた方が望ましい時でも、抑制するのが非常に難しい。いくつかの表情、特に満足と怒りは異なる、種の生物の間でも、かなり正確に意図が通じ合う。一方で、他の表情は、 親密な個人の間でも解釈が難しいことがある。表情は顔の小さな部分の動作によって表されるために、それを読むにはかなりの感度を必要とする。感情と表情は逆の方向でも作用し合うようである。自発的に表情を作ると、関連する感情が引き起こされることがある。チャールズ・ダーウィンは著書、人間および、 動物の表情についてを書く前に、世界各地の先住民族へ手紙を送り、それぞれの表情についてアンケートを取った。このアンケートは、現在の基準から見れば、不十分なものであったが、その結果に基づいてダーウィンは、表情は人類共通であると結論づけた。業務デューシエンヌの1862年の著書、人の表情メカニズムより、デューシエンヌは、 電気刺激を与えることで、どの筋肉が、どの表情と結びついているのかを調査した。ダーウィンは、後の著書でこの写真を再録し、動物の表情と比較した。20世紀中頃まで、大部分の人類学者は、表情は、完全に学習の産物であり、文化観で全く異なると考えていた。1930年代に、ニューギニア島高地の先住民が、 発見されたとき、彼らが友好の木として笑顔を用いていたことは、西洋の人類学者と社会学者を驚かせた。心理学者、ポール・エクマンの研究は、怒り、悲しみ、恐れ、驚き、嫌悪、幸福感、表現に関する表情が人類共通であることを示し、ダーウィンの100年前の主張を確かめた。エクマンによれば、 文化的背景に関係なく、また文化が孤立しているか他の文化にさらされているかに関係なく、他の感情との関係は文化普遍的である。生まれつき視覚と聴覚に障害を持つ人も儀礼的な作り笑いなどはできないが、基本的な表情は健常者と共通である。表情の中でも特に目は顕著で直接的な印象を生む。目は、 人が考えていること、感じていることを強く反映する。対話をしている時の目には、話者と聞き手の交代時期を調整する、相手の反応をモニターする、意思を表示する、感情を表現する、当該対人関係の性質を伝達する、という5種類の機能がある。感情表示機関としての目は、様々な感情を表示するため、顔の他の部分と連携する。目はまた、脅し。 とがめ、憎み、怖がらせ、知らないふりをし、嘆願し、誘惑し、そして愛することもできる。このような感情の程度の違いは、目と顔の外見だけでなく、中止の時間的な、長さと固定度によっても伝達できる。瞬き頻度は、神経質になっているか、リラックスしているかと相関する。ボストン大学のジョー・テッキーによれば、ストレスレベルと瞬きの頻度は、関連がある。 彼は大統領候補の瞬き頻度と大統領選の進展に関するデータがその主張の証拠となると考えている。テッキーは1980年に以来大統領討論でより瞬きをする候補が敗北していると主張している。しかし神経質な状態は瞬き以外にも汗や目の動き、ぎこちなさなどで測ることもできる。アイコンタクトは 表情の中でもう一つの代表的要素である。これはお互いに視線を交わすことである。互いの目と目を見つめ合うこと、あるいはアイコンタクトを取り合うことを相互注視という。一部の研究者は、新生児が母親と頻繁にアイコンタクトする数少ない哺乳類の一種であると考えた。アイコンタクトは様々な用途に用いられる。 それは会話の一部でもあり、関心や関係の所在を表す。それは、命令を伝えたり、上付き、よそよそしさ、威嚇などを伝える。また、会話のきっかけを作る。アイコンタクトや中止、相互中止のルールは国、地域や文化によって異なる。西洋文化では、アイコンタクトの不足は失礼な行為とみなされるが、アジア文化の一部では、 直接的なアイコンタクトは挑発と受け止められることがある。目を伏せることが尊敬の信号とみなされる文化もあるが、西洋では自信の欠如と解釈される。目は人が意識的に伝える、以上の情報を相手に伝える。基本的な感情とそれに結びついた表情は文化普遍的だが、その表現の強さは文化によって大きく異なる。 エクマンのアメリカ人と日本人を対象とした調査によれば、調査員から悲惨な映像を見せられた時、アメリカ人は困惑したそぶりを見せるが、日本人は儀礼的な笑顔を崩さない傾向があった。しかし誰も同席していない時、アメリカ人も日本人も顔をしかめた。文化によって、どのような感情を見せることがタブーであるか、好まれないかに違いがある。 一部の科学者はなぜ表情がどれほど訓練しても自在にコントロールできないかを疑問に考えた。コミュニケーション信号は、それのやりとりによって発信者と受信者が共に利益を受けられる時に進化する。そのために、アモツザハビやジャレドダイヤモンドなどは一部の機能が明確ではない。表情はハンディキャップ信号として進化したのではないかと推測した。 動物のコミュニケーションコミュニケーションの進化も参照。ありがとうございます。